ンバーガーを要求する。はい、どうもこんにちは。お久しぶりのぶりでございます。ついにねやってきました。久々の新曲紹介となります。今、公式から上がったねプレイ集、ちょっと音量でかいかな思っている音量でかいわ。OK 、公式のねスタッフが、やってるプレイ映像を見ながらちょっと話をさせてもらいますけど、6月11日よりね、エイプリルフィールのネタであった、パクパクガール、鈴島アリスのパクパクガールが、追加されます。他にも曲があるんですけど、まあ、とりあえず1個の、告知としてパクパクガール、いろいろ飯になるやつですね、それです。僕も今ちょっとこの譜面久々ちょっと待って、あ、もう手首で撮るのをもう公式でこういう風になってるな撮るのというね、この曲が追加されました。この曲はね、6月24日に発売される音劇ボーカルパーティーパート1で、パート1っていうか1で、収録されているらしいです。いいですね、久々に音劇の譜面見ましたいやー、この期間中やってしまうというか、プレイ動画とか関連する動画見ちゃうとやりたくてしょうがなくなっちゃったんで、できるだけ音劇の譜面とか関連する情報はあんま見ないようにしてたんですけど、いや、ついに来ましたね。こういう新曲紹介久々です。では次行きましょう。ちょっとさっきの続きですね。鈴島さんちの夜ご飯イベント開始&楽曲追加、実施を延期していたエイプリルフールイベント鈴島さんちの夜ご飯を開催、さらに過去エイプリルフールで音ゲー界隈を賑わせたあの楽曲。あ、セガサターン起動音はあれなんですね、エイプリルフールネタだったんですね。まずさっきのおなじみよくわからないこの SR カードですね、カードですね、まあ可愛い SR カードもあり、ぜひこれが欲しい方は遊んでみてください。で次、ストーリーインオーベイテッドアイス、ちょっと読めないんですけど、まあ、直樹さんアンダーグラウンドが作曲で、作曲ではあれですね、制作した、曲ですが、これはね雰囲気14あるかなぐらいのあれなんですけど、なんか14以上ある曲ってちょっとあれひねりがあるんですよね、そのまま乗ってるんじゃなくてキャラクターが、まあ、この映り方的には13プラか14あれば14だと思います、まあ、でも13プラスかなっていう予想ですね。セガサターンの起動、これはなんかマイマイとかにあった気がするんですけど、僕はプレイしたことがありません。ということで、これが、めちゃめちゃ難しい難易度で来るのか、まあただのネタとして来るのかはちょっと楽しみですね。期待していきましょう。次いきます。チャプターが追加されます。第3章チャプター5、大阪あかねの挑戦状を追加、 DJ のりけんさんとあきなさんによる、インスト曲を追加、ダウンブレイカーですかね、ダウンブレイカー、これ結構雰囲気ありますね。どうなるかわかんないですけど、でもアカネの曲って結構高難易度が出てるので、それがまた難しい方に入るかはわかんないですね。こういう雰囲気出しててレディアンスが13だったんで、13だよ、もう騙されませんよ、久々とはいえ騙されませんよ。と天つかみはこれオリジナルですかね、既存曲ですかね、ちょっと後で調べます。楽曲は通常プレイ可能です。混雑すべき時間を避け、自治体やゲームセンターを注意してプレイするようにお願いいたします。そうなんです、まあこれで言うのもあれなんですけど、流れで言いますけど、まだね、特に東京ゲーセンが、王道なゲーセンは空いておりません。
なのでセガだのねナムコだの大きい会社のゲーセンはまだ空いてないので、音劇からのお願いということで、音劇を遊ぶ際は混雑する日時間帯を避け、各自治体やサーゲームセンターのルールを守ってプレイいただくようお願いいたしますということで、マスクをして遊ぼう、距離を取って遊ぼう、これは高瀬りおちゃん、手洗いを忘れずに、この絵これ可愛いですよね、この絵結構好きです。で、感染症対策にご協力お願いしますということで、本当にね、かからないのが一番なので、まあかからずに、本当にかからずに頑張りましょう。特にね、あと音ゲーは触ったやつを次の人が触ったりするんで、できるだけプレイが終わったら手洗いうがいをこまめにするようにしておいた方がいいと思います。久々の追加ですけど、僕の感覚は大丈夫なのかという心配がちょっとありますけど、今までこう回というか12プラス以下はもうパパって終わらした後に、上位に専念するっていう形でプレイはしてたんですけど、今まで曲流しながら喋りますかね、だったんですけど、何の話してたっけ、そう、あ、理論値の話か。終わらしてから他集中してたんですけど、今やその3分通して集中する元気があるのかっていうあれなんで気を引き締めてね。それにこのちょっと気の抜ける曲なんで、なんかはぁっていうなんか詰まり方するんじゃないかなっていう不安がちょっとあります。あとはこの曲を聴きながら終わりますかね。あと1分あるわ。あ、エビフライめちゃめちゃ踊ってますね、このキャラクターになってるちゃんとエフェクトつけてるんですね、この一つ一つのキャラクターにあ、これ多分ラーメンですね。このなんか手首を取るノーツは公式的にはどういう取るのが正解なのかをちょっと知りたかったんで、これいいこと気づかされましたね。このスタッフの方は、チョップ型ですね、多分。あ、グーパン型かな、壁は。で、70GP ってことはね、ちゃんと 370GP のあれ音劇筐体使ってますね。あ、終わりました。というわけで、久々の曲追加になります。皆さん体調に注意して楽しんでいきましょう。今回これから、まあでもさすがに週1の、頻度になるか分かんないですけど、曲追加がまあいつも通り終わらして、今日というか今回の動画からまた動画再開していくんで、いろいろよろしくお願いします。それではまた。